大変身するよ。アミダくじ攻撃。早速1番からスタート。かわいい服当たるかな。彼氏が欲しいから大人っぽいワンピースとかが当たるといいな。ゴール男の子っぽくってあんまり可愛くない。こんなんじゃ彼氏できない。ここってまともな服あるの？お姫様みたいなドレス当たってください。もうひらひらでブリブリのやつください。ゴール、綺麗な生地、これは期待できる。来たわ。できませんよ。頭もボサボサだし、美容室へ行った方がいいでちゅ。美容師さん助けて。おっほっほっほ、リカちゃん美容室をオープン。階段よ、絨毯をバサパックパーン。すみません、ご予約はされてますか？してません。はっ、このお客様ものすごくダサいわ。大丈夫です、今すぐ綺麗にしましょう。上着とお荷物をお預かりいたしますね。指名はございますか？あとこちらの二人がおります。俺を選んでくれ。僕だってカリスマだよ。リカちゃんにやってもらいたいな。ありがとうございます。お待たせしました、こちらのお席へどうぞ。はーい、回します。髪の毛がめちゃくちゃ傷んでますね。ショック。今日はどのようになさいますか？とにかくおしゃれにしてください。うわ、こういうの一番困るわ。ではこちらの雑誌の中からどうですか？そうだな、あ、憧れのレナちゃんだ。こんな風に髪を長くしたい。ふむふむ、レナちゃんみたいなロングヘアですね。髪を長くなんてできるのかな。綺麗に解いていきますね。だんだんストレートになってきたわね。魔法のハサミでロングヘアにしていきますよ。チョキ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 。どうかしら。うっそー、信じられない。伸びちゃった。すごいよ、天才だよ。世界で一番の美容師だよ。うふふ、次はテープをつけてシャンプー台にご案内いたします。足元気をつけてくださいね。椅子を倒します。はい、お顔失礼します。シャンプーいたしますね。わしゃ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 、お湯加減いかがですか？大丈夫です。キュ、終わりました。椅子上がります。可愛くなりましょう。ブラをしていきますね。いやー、本当に髪が伸びましたね。そうですね、このヘアアクセサリーでヘアアレンジカチューシャ、ピンクと紫、ピンクカラー、かわいい。次は紫、こっちもかわいい。どっちもかわいいけど他のも試したい。かしこまりました。
クリップ。ねじって止めて、ねじって止めて。メルちゃんこちらを向いて。すごく可愛い。メルちゃん気に入っちゃった。それは良かったわ。でもまだまだ試したい。かしこまりました。次はヘアゴム。紙を3つに分けて3つ編みを作っていくよ。ゴムで縛って、なんだかエルサみたいになれたよ。今度はお花の冠をつけて、わあ、メルちゃん妖精みたい。今度はリボンつけたいな。わかったわ。うん、忙しい忙しい。リボン、ヘアゴム横にまとめて、ここにリボンをつけるよ。リボンがつくだけでお姫様みたいになれちゃうね。さあメルちゃん、どの髪型が一番気に入った？二つ結びとお肌が気に入ったよ。そのコースにしましょう。ツインテールにするよ。ネジネジパチン、ネジネジパチン。リボンもつけてみましょうか。うん、ツインテールの横のこことこっちもかわいいわ。でしょでしょ。花冠もつけてみましょう。完成ね。本当のお姫様みたい。でもまだメルちゃん服がちょっと高いんだ。リカちゃんの服を貸してあげるから待ってなさい。これに着替えるのよ。ちゃちゃん、どうかな。うわー、メルちゃん来た頃とは別人のようよ。可愛くしてくれてありがとう。どういたしまして。ねねちゃんに見せてこようっと。またのご来店お待ちしております。メルお姉ちゃんおっしゃいですな。ねねちゃんたったいま。いやー、あなたは一体誰でちゅか。何言ってんの。どっからどう見てもメルちゃんだよ。あんなにダサかったメルお姉ちゃんがこんなに可愛くなるなんて、こりゃ男子からモテモテでしゅな。イメチェン大成功。みんなにクイズよ。メルちゃんは美容院で一番初めにどんな髪になったかな。わかったらコメントから教えてね。チャンネル登録をここをポチッと押すっち。次はどっちを見ようかな。